吉田さん、闇点っていうのがね、麻雀にあるんですよ。まあ、麻雀っていうのは4人でやる競技なんですけども、まあ、大抵ですね、自分がもうテンパイですよ、もう1枚で上がれますよって時にはリーチをかけるんですよ。で、リーチをかけると当然ですけども、お、あいつもうすぐ上がれるのかって警戒されるじゃないですか。だからリーチをかけずに、上がれる状態でもあるにもかかわらず、ずっと黙っているというね。リーチっていう発声をせずに黙っている。黙って人のやり取りを見聞きしている闇点ってのがあるんですよ。まあ麻雀的にはね、汚いとされてるんですけども、でも十分ルールに許された戦術ですからね。でも宣言しないことが作戦であり、作戦を使ったのにずるいというふうにされるのは、野球でいうところの敬遠と似たようなところがあるなと思うんですよ。いや、勝つためにいろんな戦術を取るのが、まあ、勝負でしょうと思うんですけどもね。ルール違反を犯してるわけでもグレーゾーンをやってるわけでもなくって、お互いにそれはやらないことだと思う、やったりすることだと思うんですよ。じゃあね、敬遠をするのが悪いとなると、闇点をするのが悪いとなると、お前もしないのかよって話になっちゃいますよね。だから自分では時と場合によってそれはするんだけども、肝心な時にそれを使われて負けたらずるいとかいうのはまさにずるいですよね。で、この闇点っていう漢字なんですけども、闇っていうのはね、暗闇の闇でいいんですけども、闇点の点はなぜかね、聞くって書くんですよ。で、麻雀でいうテンパイっていうのは、聞く、パイ、パイを聞くって書くんですよね。何なんですかね、うん、闇点、テンパイ、うん、漢字っていうのはね、どういうふうに捉えればいいのかたまに分かんなくなってくるんですけども、聞くっていう漢字がね、うん、闇点の点の字になるなんてなかなか麻雀でもしないと思いつかないですよね。耳辺に徳と書くんですけどね、うん、どういった一体心があるんでしょうかね。心っていう漢字も入ってますけども、まあね、楽天からメールが来てその闇を暴くでも何でもいいんですけども、確かに山口陸さんのスマホのアプリがあったじゃないですか。あれでタイトルが全てだよっていうふうに言われてましたよね。本っていうのは背拍子で買うかどうか選ぶから、ここがもうエネルギーをかけるところ、全てのエネルギーの 95%、 それが目立たなければ本なんていくらいいものを書いても読まれませんよってことなんですよ。まあだからね、キーワード大事ですよね。なんとかかんとかの闇を暴くとかね、裏業界とかね、最速とか最強とか書くと、とにかくアクセスが集まりやすいよってのは今でも変わらないのかもしれないですね。まあ、ちなみにね、私のね、スマホで撮った動画をパソコンに取り込む方法っていうのは、12万回以上再生されてるんですけども、これは一体どの辺でフックがかかったんでしょうね。なんか面白いですよね。まあ、動画概要欄にその動画つけときますんで、また改めてね、ちょっとだけ見てみてください。なかなか面白いですよ、この動画も。